さあ皆さん、今日はですね、センター英語説明文の問題やってみたいと思います。まあ、いわゆる第6問目の長文読解ですね。で、もちろん行く前にですね、やっぱり気をつけていただきたいところ、それでございます。正解のヒント、根拠の決め手となっている内容は文章の後半に存在してるんですよ。そういうことを皆さん、文末焦点、エンドフォーカスと呼んでるんですが、こういうことです。例えば皆さん、B 動詞の右側。例えば This is a pen だったら、このあたりが正解の根拠になってるんですね。もしくは一般動詞の右側、このあたり。助動詞の右側、このあたり。そして前置詞の右側、こういうところでございます。さらには、否定語から右側、このあたりですかね。こういったところに皆さん正解の根拠が隠れておりますので、それを意識することによってですね、正解の確率、高めることができるんじゃないかということでございますので、実際ちょっと皆さん実演してですね、共有させていただきます。幸いでございます。お願いします。さあ、第一段落ですね、行ってみたいと思います。for most people、まあ、ほとんどの人々にとって、their friendships、友情ですよね。それは、variable and important part ということで、価値があって、そして重要な部分でありますと。それはじゃあ、何に関してっていうと、who they are ということですから、自分が一体誰なのか、どういう人間なのかということにおいて、価値が、そして重要な部分ですよ。で、psychologists have pointed out that ということで、まあ、心理学者は指摘しておりました。何を指摘してますかっていうと、well established friendships ということで、十分に確立された友情というものは、lead us to a better understanding of ourselves ということで、自分自身をよりよく理解することに、つながりますと。で、they have also noted that ということで、彼らですね、もちろん、この心理学者ということでいいかと思いますが、心理学者また一応言っております、指摘しております。それは we might face conflicts、争いですか、対立、それに直面するかもしれませんよ。not only with acquaintances、知人だけでなくて、but even with our good friends ということは親友ですかね。で、それが which could result in ends、終わりにつながるかもしれません。それは to some of our friendships ということで、その友情のいくつかに終わりがあるかもしれませんよ。ただ、fortunately、まあ、幸いにもですね、Even when such conflicts occur, そのような対立が起こった場合にさえ、It is possible to find ways ということで方法を見つけることは可能です。じゃあそれはどんな方法ですかっていうと、To maintain or save the friendship ということで、その友情を維持したり、もしくはセーブ、守るということですね。そういう方法を見つけることは可能ですということです。で、第1段階一応これで終わりましたので、問いの1番ですね。according to paragraph 1, what do psychologists say about friendships ということです。で、選択肢1番ですね。they are frequently compared to one's possession ということで、持ち物と比べてと、所有物に比べてということですが、その比較は、なされておりませんから、ちょっとまずそう。選択肢2番、they impossible to fix、修復するのは不可能ですよ。when they become unstable ということで不安定になった場合は、修復するのは不可能ということですが、これですかね、対立が起こった時に一応方法を見つけることができますよということですので、impossible でもなさそうです。で、選択3番。they can lead us to have conflicts with our acquaintances ということで、もちろんこの they っていうのは複数形で、当然、これですかね。友情ですかね。だからこの友情が我々を to have conflicts、対立に、向かう方向に行くということなんですが、対立になる原因が友情かというと、そういう話は全く書いておりませんでした。対立の原因ですが、それはないですよということです。そうなってくると選択肢4番が正解になってくる可能性が高いですね。They help us know about ourselves ということで、自分自身を知ることにつながります。役に立ちますよということです。で、皆さん、この自分自身について知りますよという話は、この辺ですね。で、ありましたね。この辺でいいかと思います。自分自身のことをよりよく理解することにつながりますよということですね。ですから、いけそうですね。ただ選択肢4番の後半、bad can have problems ということで、一応問題が起こる可能性は残されておりますということです。で、じゃあそのあたりはどの辺ですかっていうと、もちろんこのあたりですかね。まあ、友情のいくつかを、の終わりがある可能性もありますよということですね。ですから、こういう皆さんつながりでいけるかと思います。
ますので、選択肢4番が正解ということでいいかと思います。で、皆さん大事なのはやっぱり根拠としたところですよね。場所はどこですかと言われてますが、やっぱり皆さん、まあ、ざっくり言うと文末、やっぱり情報構造的には文末が非常に多いんですね。根拠は文末だ。ただ、それも少し細かく言うと、例えばこの辺りだったら、前置詞to の右側ですからね。そしてこれは助動詞の右側が根拠になってますよ。そしてさらには答えになっているところも、やっぱり皆さんこの辺りだったら help、一般動詞の右側。そしてこっちもそうですね、can、助動詞の右側が根拠になってますからね。こういったところを皆さん意識していただけるといいかと思います。では、問いの2番に行きますね。さあ、第2段落でございます。One way to help save a friendship in trouble ということで、トラブル抱えたですね、友好、友情ですかね、それを、守る上で、それに役立つ一つの方法っていうのが、is to keep in touch ということで、まあ、連絡を取ることですよと。で、when we think a friend has done something good、まあ、友達がですね、何かをやってしまったというふうに考えた場合、でそれは、that hurt our feelings、我々の感情ですね、それを傷つける何かをやってしまいましたよと。というふうに、まあ、我々が考えた場合、our first response、我々の最初の反応っていうのは、maybe to cut off contact、連絡を取るのを、まあ、やめてしまう、ということなのかもしれませんと。で、しかしながら、however, it may be better、いいかもしれませんよ。それは to swallow our pride。一応線が引っ張っておりますので、後で問いの2番、叶いますが、直訳すると、我々のプライド、誇り、それをまあ飲み込むことがいいことなんですよ。そして、and avoiding doing that ということで、そう、これですかね、コンタクトを取ることをやめてしまうということを、まあ、避けますよ。避けることですよ。for example, 例えば、メアリーが、watched her friend、友人のスーザンの子供たちですね。それをエブリウィーク毎週毎週、見ましたと。で、世話したんですね。で、アンテル・スーザン・フィニッシュとナイトスクール、まあ、夜間学校を終えて、卒業した、するまでずっと見てました。でしかし、アフターザット、メアリー didn't hear from スーザン。メアリーさんはスーザンから連絡を取っていなかったんですね。連絡ありませんでした。で、for several months、数ヶ月間。で、ですから、she felt that 彼女は感じました。スーザンは、彼女を自分を使ってたんじゃ、使われてたんじゃないかろうかというふうに感じたわけです。で、she decided to not to talk to her anymore ということで、もう絶対口を聞かないよというふうには決めたんですね。で、in the end, however, しかしながら、まあ、結局のところ、Mary forced herself, 自分自身を、ignore her own feelings ということで、自分自身の感情を無視するように自分自身を強制したんですね。そして、told Susan, Susan に言いました。about her disappointment ということで、失望がっかりということを彼女に伝えましたということですね。で、スーザン、immediately apologize。スーザンさんは、すぐに、謝ってですね。そして、トールド・ハーザット彼女に言いました。she had been just trying to catch up with things ということで、まあ、いろんな状況をキャッチアップしようとしていただけなんですよ。それは、after completing her studies ということで、自分の勉強ですかね。それを、終わらせた後ということでいいかと思います。まだちょっとこの後残ってるんですが、もうこの辺りで実は問いの2番が解けますので、次行きますね。さあ、皆さん、問いの2番でございます。features of following is closest to the meaning of 点点点ということです。まあ、本文ここですね。swallow our pride。直訳すると、まあ、プライドを飲み込むと、ぐっと我慢する感じですかね。それと、一番近いものどれですかということですが、皆さん、選択肢1番。give us thanks。まあ、感謝。まあ、あんまり関係なさそうですね。選択肢2番。いけそうですね。選択肢3番。realize that problems will happen ということで、問題が起こるということに、まあ、気づく、認識する。プライドをちょっとあまり関係なさそうですね。飲み込むという話もなさそうです。で、選択肢4番、stop seeing someone ということで、なんか見る話はさすがにちょっとなさそうですね。で、選択肢2番、感情ホールド、まあ、保つんでしょうね。こう爆発させずに感情を保つ、まあ、落ち着いて考えるということでしょうかね。プライドを飲み込む、ぐっと我慢するという感じでございますので、いける感じがしますね。で、どうやら選択肢2番が正解でいいんですが、じゃあ根拠はじゃあどのあたりなのかっていうと、皆さん感情を保ってる話ですね。どのあたりに書いてましたかと言われたら、このあたりで
ですね、自分自身の彼女の感情を無視するということですね、まあぶちまけないというお話ですね。それが皆さん感情を保つという話とつながっていきますので、選択肢2番が正解ということでいいかと思います。で、皆さん根拠としたところ、やはり確認していただきたいのは、皆さんこれですね。もちろん、フォーストという一般動詞の右側が根拠になってますよね。情報構造バッチリでございます。で、次の問題に行きますね。さあ皆さん、第2弾があと3行残っておりましたので、最後まで読んでしまいますね。で、それではウッドネバーハブノーンゼアワザプロブレム、イフメアリーハドノットメンションでいいと。もしメアリーさんがそれに関して言及していなかったとしたら、まあ問題があるということをスーザンさんはまあ知ることもなかったでしょうと。で、ですから、ノットカッティングオフコンタクト。コンタクトを切ってしまう。切ってしまわないことですね。それは even when we may be angry。まあ怒って、怒ってしまった時でさえ、コンタクトを切らないということですね。連絡を切らない。それが is very important for maintaining good relationships ということで、良い友情ですね、良い友好関係、それを維持する上ではとても重要ですよねということでいいかと思います。で、皆さん B、次の表は本部のパラグラフ5等の内容をまとめたものであると。で、皆さんちょっと画面の都合上、パラグラフのこの表をちょっと割愛させていただきましたが、結局皆さん今読んだこの第2段落の内容を、一言で言ってるものをですね、この4つの中から選んでくださいという、あの定番の要約問題ですね。で、まあ、どれがいいんですかということなんですが、実は正解がですね、4番。ですね。で、ちょっと皆さん見ていただきます。The value of staying in contact ということで、コンタクトを取り続けることですね。そして、interacting with your friends ということで、友人と交流を取ることですね。それに関する、まあ、価値ということでいいかと思います。で、皆さん一応もう見ていただけるとすぐわかると思うんですが、staying in contact ですね。皆さんコンタクトを取ることですね。保つことを取らないと、切らないということですね。で、その切らないお話が今読んだばっかりでございますので、すぐわかるかと思いますが、このあたりですね。ですから、連絡を取ることをやめないということですね。それが皆さんコンタクトを取り続けること、そういう状態を保つこととしっかり言い換え可能になっておりますということですね。もちろんこっちも言ってること同じですよね。友人、その友達とインタラクト、交流を図るということですね。コンタクトを取るのをやめないということです。ですから、そういったところで言い換え可能でございますので、選択肢4番が正解ということでいいかと思います。で、皆さん根拠となったところどこですかっていうと、やっぱりここですね。皆さん否定語から後ろ。これ結構重要なんですね。否定語から後ろをよく見てくださいね。それが皆さん根拠になることが、非常に多いというところでございます。そして、もちろん正解となっているところも、やはりこう、オブですかね。前置詞の右側がしっかり根拠になってますからね。そういったところも皆さん踏まえていただけるといいかと思います。で、もちろん、この問いの B は、もちろん、この第3段落と第4段落とか続くので、設問絡みますし、先ほど問いの2番で終わりましたが、問いの3番、4番なんかも問題続きます。ですので、皆さん、これ今2017年の物語文ということですが、もしこの問題持ってるんであれば、まあ、この後ですね、ご自身でやった後に、根拠を考える際は、やはりこういう否定語の後ろとか、もしくは前置詞の後ろとか、そういったところに根拠があるということを確認してほしいんですね。で、もしくは、この物語文を持ってなかったとしても、今日、もしくは皆さん明日以降、長文問題をやる際に、必ず、答えを確認する前に、根拠を確定してほしいんですね。やっぱ考えてほしいんですよね。そして、その根拠となるところが、こういう否定語の後ろだったり、前置詞の後ろになっててるかどうかを皆さんご自身でぜひ考えてほしいんですね。これが皆さん一つ勉強になりますし、実力アップにつながるところですからね。それにとってこれで皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。